はい、どうも、こんにちは。酒とロックとうんちが大好きなスピリチュアルさんのライドと申します。ベストヒットライドです。今回はね、ちょっとまあ、ずれてる感じなのかなと思うんだけど、佐藤健くんの親友っていう立ち位置で最近出てきてるじゃないですか。あの、古市、のりとしさんっていう人ですけどね。社会学者って言ってるじゃないですか。若手のね、社会学者。でも何やってるかちょっといまいち社会学者って一体何っていう部分とかあるし、あとなんか小説家みたいなこともやってるんですよね。あとコメンテーターみたいなのことをやってて、でも いろいろ友達もいっぱい、交友関係が広いみたいな。でも陰キャラでちょっと神経質みたいな。何なんだろうっていう部分もあるんですよね。あの、全く読めないところがある。変わった人みたいなイメージしかないので、じゃあね、タケルくんの親友だってことで、やっぱりちょっと見たいじゃないですか。知りたいし。ということで今回、ちょっとこの人の恋愛とか、あとまあ女の子、どういう女の子が好きなのか、女の人好きなのかなっていうのも全然わかんないから、性癖とかまでちょっと占ってみようかなっていう話です。古市憲寿さん、1985年の1月14日生まれで、2003年に慶応義塾大学、応援入試で入学してですね。で、その後、東大の大学院ってのかな。そこで社会学者の、なんかあれですね、博士号かなんか取ってるんですね。それで社会学者って名乗ってですね。で、2010年に僕たち、国運ジャパンっていうエッセイみたいですね。エッセイで、そういうデビューっていうのかな。なんか、物書きとして世に出てると。で、2011年には、佐藤健インタビュー、幸せな若者たちの時代っていうので、ここでもう2011年に一回、タケル君とこの人接点があるんですよね。で、インタビューしてるんですよ。だから、そこからの流れの、あの、付き合いなんで、まあ本当に仲いいんだろうなって、ここ最近の話ではないってことなんですよね。で、2012年には朝まで生テレビ、だからここら辺からコメンテーターを始めるわけですよ。で、2016年からは自民党の歴史を学び、未来を考える本部っていう、オブザーバーなんです。だから、なんかね、安倍昭恵さんとね、飲み仲間みたいな感じで仲いいっすよね。あの、安倍昭恵さん心許してる感じで、だから、懐入ってくるのが上手いのかなと思ったりとか。で、2018年の 初の小説、平成君さよなら。で、芥川賞候補になったと。まあ、芥川賞は取れなかったんですけどね。で、今はあと、コメンテーターとして特ダネだったりとか。あとなんだ、あの、ワイドな賞とか。中井君のニュースのやつとか。ワイドショーとか。なんかそういう、マルチなところで出てるんですよね、この人は。あと、古市、のりとしたの持って特性なんですけど、この人はね、まあ、先入観としては、変わってる人なのかなとか、こだわりが強い人なのかなとか、変わり者なのかなと思ってたんですけど、占ってみて分かったら、この人明るいんですよ。で、友達が多くて人気者の星なんですよ。だからね、あの、あんまり変わってるキャラを演じてんだなと思ったんですよね。でね、金銭感覚が緩いですね。金遣いが荒い人です。で、なので今年は支出と収支を考えて貯金を意識した方がいいですよっていう年になってます。でね、古市憲寿さんの恋愛運なんですけど、この人の恋愛運ね、しばらく、あの、低いんですよ。なのでね、まあ、ね、あんまりね、女の人のあれがないですけど、影がないですけど、しばらく出会いないと思うので、まあちょうど良かったかな。まあ、あるとして7年後なんで、まだまだ先ですね。で、どういう女性が相性がいいかっていうと、自分の世界観を持ってる女性なの。だからね、なんだろうな。古市さんがもともと自分の世界観を持ってるのかなと僕思ってたんだけど、どっちかっていうと、ただ明るい陽キャラなので、そういう自分の世界観を持ってる人に対して憧れがあるんだなってことなんですよね。あとね、佐藤健くんと親友って言ってるけど、健くんとの相性めちゃくちゃいいんですよ。だから、健くんも、なんつうのかな、こう、多分居心地いいんですよね。健くんがね、好きそうな感じの人なんだと思うんです。要するに、健くんは真面目なので、で、保守的なんで、この人みたいに、ちょっと破天荒なのかな、なんか、わーっとこう、みんなに普通に飛び込んでいけるような人っていうのは多分憧れなんだなと思いますよ。でね、あと、古市憲寿さんの性癖なんで、この人はね、アブノーマルですね。ちょっと変態入ってますね。まあ、そんな感じで、今回は、タケルくんの
親友だって言ってる、あの、社会学者、古市憲寿さんを見てみました。またリクエストなんてあったらいくらでもバン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 くださいね。あの、私のこと見てくださっても全然いいので待ってますんで。ということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。